度の変化をうまく利用して、それに、ね、対応できたら、おいしいと言われる米ができる。俺のところの地域の米は、まあ、うまいでええと、自慢にして米作りを、まあ、やっとるということですね。食べ比べてみて、やっぱし、まあ、ええ米作っとんなと、まあ、それが唯一慰めですな。それと、知人や親戚に食べてもらうと、あんたところのお米美味しかったなと、いうようなことを言うてもらうとね、あ、せたかと、やっぱし、分かったかと、言うて、まあ、自分なりに苦労してきた米作りが報われるというふうにね、そういう時になりますわね。田植えは5月にするんですけども、すくすくとハウスの中で育ってきた苗が、全然環境の違う世界に入ったような感じになって、稲そのもの自らが、要するに苦しむというか、成長していこうと思ったのに、逆のそういう気候の、寒さとかいうので萎縮してしまって、まあ、それを唯一、克服する方法はもうこの川から流れていく水を取り込む時にできるだけ温まった水に置き田んぼの水を変えてやるということぐらいしかない。で次にまた来るのは何が来るか言ったら今度高温の、暑い時は冷たい水が欲しい。今度は逆に冷たい水をどうして入れてやるか、しかもどのぐらいの量にしとけばいいのか、まあ、そういうことが きっとできた時にはそれなりの結果が出てきようんやけど、やっぱし気候の変化にと それに水加減、それから肥料のやる適期、そういうものをきっとやらない限りはこういう栄養米はできません。土壌どんなもんやというのは足で実際田んぼの中に入ってもらうと、うわこんな風に土のとこで稲はまず植えられて育っていくんだなというようなことを、まあ、感じ取ってもらえる。だからまあ五感を研ぎ澄ましていただいてね、この環境の良いところでいろんなことを体験していただけば非常にありがたいと。そういうの。
宝酒造。